どうもスリカです。本日の動画は進む平泳ぎの手の書き方についてご説明していきます。あなたはこんなお悩みありませんか？平泳ぎの進みが悪い、呼吸がなかなかうまくできない、独学で手の書き方がよく分かっていないという方に向けて、本日は4つのポイントをご紹介していきます。動画の後半には2つの練習方法をご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。チャンネル登録がまだお済みでないという方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは行きましょう。それではまず進む平泳ぎの手の書き方4つのポイントを一気にご紹介していきます。まず1つ目は、手で進もうとしないということで、平泳ぎの基礎的な知識についてお話ししていきます。2つ目、役割分担させる。平泳ぎの手の書き方の中で役割分担をさせる方法についてお話ししていきます。3つ目、小さく書けば嘘ということで、手の書き方についてお話ししていきます。4つ目、肘を立ててくっつける。手の書き方において肘の動かし方について詳しく説明していきます。この動画での疑問点はぜひコメント欄に書いてください。必ずご返信いたします。1つ目、手で進もうとしないということについてお話ししていきます。基本的に平泳ぎは、これ何度も言ってますが、キックが 70%、 手が 30%、 それぐらいの割合で推進力で進んでると思ってください。基本的にはもうほとんどキックで進んでます。手はどっちかというと呼吸のためとか姿勢を安定させるために行ってると思ってください。平泳ぎはバタフライと同じで、うねりの泳ぎと言います。で、うねりっていうのは体を沈めたり浮かばせたりっていう、まっすぐに泳がない。クロールとか背泳ぎは基本的には水面スレスレの場所でまっすぐに泳ぐことが基本にはなってますが、平泳ぎとバタフライに関しては浮き沈みをしながら泳ぐもので、そういう泳ぎ方のことをうねりの泳ぎと言います。なので基本的にはまあキックで前に進んで、手の書き方の役割というのはもちろんその呼吸だったり、こううねりの際に次のうねりへの準備を行うものだと思ってください。なので無理やり手で進もうとしなくていいです、ね、よく手だけで進もうとしてる方いますが、別に悪くはないけど、そのうち肩とか肘をね痛めてしまったりするので、手で進もうとしないでください。手はあくまでも体を支えるものだと思って平泳ぎを行ってください。進みたいのであれば、とにかくキックを行う。まあ、だからといって手をおごそかにしてしまうと、もっと進みは悪くなってしまいますので、推進力を邪魔させない手の書き方というのをご説明していきます。2つ目、役割分担させるということで、手の書き方の中で役割分担を行って泳いでいきます。で、最初にもう結論から言いますと、手を横に書く、横に書くときに進みます。で、手を閉じる、腕を締める、脇を締める際に浮き上がります。この役割分担を行うと呼吸がしやすくて進みが良くなります。よくその平泳ぎの手の書き方で丸を書いて回せっていうやり方を教わると思うんですけど、まあ、こんな感じでちょっと外に書いて閉じる、まあ、この動きで平泳ぎの手は成り立っていますが、私のやり方で、私のあくまで私のやり方で、私はその最初のね円をまあスタートしました。で、直径できますね、その一番広がる、手が広がるところまでは、ここで前に進んでます。で、横の動きではあるんですけど、このまあいわゆるアウトスイープってものですね、アウトスイープでちゃんと水を捉えてないと、その後の動作がうまくいかない、体が持ち上がらなかったり呼吸ができなかったり。なので横にまず書くときは進む、ただ横に書いてるだけなんですけど、これでも進むっていうイメージを持つだけで水のつかみはかなり変わってきます。ここでちゃんと水を捉えてないとうまく呼吸はできないし、次の
うねり呼吸が終わった後の動きにもかなり影響が出てきてしまいます。このように横に書くときは水をつかむでちょっと進むイメージで、でここで、ね、一気に体を上げてから前にうねっていく。続いて3つ目、小さく書けば嘘ということについてお話ししていきます。まあ独学の方はそんなによくわからないと思いますが、レッスンをよく出ている方っていうのはまあ結構ね、小さく書け小さく書けって言われると思うんですけど、それは嘘だと思います。私はね、あの小さく書けっていうことは前に進むだけの手の書き方をしろっていうことなんですよ。要するにね、その呼吸とかどうでもいいから、とにかく手の書きでも前に進めっていう意味が込められてると思ってます。でそれをやると、もう先ほども言いましたが、肩痛いし、うまく呼吸はできないし、肘も痛くなる。手のそんな小さい書きで進めるわけがほぼないんですよ。クロールとかならわかりますよ。上からね、下まで書いてるわけなんで、大きな書きだから推進力も大きいと思いますが、そんな平泳ぎの小さい丸書いただけで進めないんですよ。よっぽどスカーリングができてたら話は別ですよ。けど、ほぼできないので、そうじゃなくて、もう大きく書く。今時の選手なんかも結構広めに書いてます。で、広めに書くメリットとしては、その一つはね、アウトスイープということで、体の浮き、体が浮くっていうのを手助けしてくれます。だから呼吸がすごく楽になる。で、広く広げた分閉じますよね。で、その閉じる時の動きも大きくできるので、体がね、より浮かぶし進みやすくなります。なのでできる方はもう大きく、できるだけ大きく書いてください。4つ目、肘を立ててくっつけるということで、手の書き方の肘の動きについてお話ししていきます。で、手の書き方、先ほど大きく書くっていうのと、あとアウトスイープを言いました。で、基本的にはまあアウトスイープっていうのは外側に大きく書くことをアウトスイープって言います。平泳ぎの動きそのものはアウトスイープのものですね、はい、こんな感じで広く動かしていくんですけど、この時軸にしてほしいのは肘の動きですね。ちょっと肘の動きに注目して見ていきましょう。まず書き始めっていうのは外側に大きく書いていきます。こんな感じで、まだ肘はまっすぐですね。ここから曲げていって、最後は肘をくっつけてください。体に最後は肘をくっつけてから手を前に戻していきます。なので肘の動きとしては、最初アウトスイープをするときはまだまっすぐ、アウトスイープし終わった、もうこれ以上手は広げられませんっていうところで肘を立てていきます。一番肘が高くなる、はい、こんな感じで高くしたら、そのまま肘をくっつけてください。たまにね、その肘くっつけないで丸を終わらせて前にね、あ、手合わせて前に戻すっていう方いるんですけど、それだと書ききれてないのと一緒なんですよね。クロールで言うと、まあ、太ももまで書かないで、まあ、肋骨までで書きを終わらせてるようなイメージと全く一緒なんですよ。なので平泳ぎは最後肘をちゃんとくっつける、ちゃんと書き終えてから前に戻してください。ということで、練習方法を2種類ご紹介していきます。まずはこちら、立ちながら練習ですね。もうそのままプールに立っていただいて、自分のストロークをまずは見ながら、確認しながらストロークを行っていきます、はい、こんな感じで先ほど言ったアウトスイープ、大きな丸を書くで肘を立てる、ここをイメージしながらやっていきますね。大きく丸書いたら肘立てて、最後くっつけて戻す。その大きな丸を描くって言ったんですけど、だいたい私はどれぐらいなのかな、肩幅プラス30センチぐらいですかね。それぐらい広げてから
戻します。で肘は最後ちゃんとくっつけるっていうところまでが大事になりますので、まずは立ちながら練習してみてください。続いて水中での動きを見ていきましょう。はい、こんな感じですね。結構広めに書いてるの分かりますかね。この横に書くのっていうのがすごく重要なので、横に書いた時に水をしっかり掴む。で、その掴んだ水を離さないでそのまま肘をくっつけるところまで持っていく。これができると呼吸が楽になるし、そのキックで生まれた推進力を殺さずに体を使うことができる。その体の結局はうねりを手のかきで助けていくっていうのが手のかきの役割でもありますので、はい、こんな感じでまずは水を捉えてからそのまま後ろに運んでいくっていう流れでやってみてください。2つ目の練習方法はバタ足で平泳ぎですね。こちら今、バタ足でやってるんですけど、ダメな見本です。さあ手のかき、何がダメか分かりますかね。あ、呼吸はそのままいいんですよ。呼吸はしないです、基本はね。こちらは肘がダメなんですけど、肘を立てられてないということが、ダメな点でした。肘は立てるものですよ、引いちゃダメですよ。こちらが正しい平泳ぎの手のかき方ですね。先ほどと肘の動き違い分かりますかね。よくあるのが肘をね、一緒に引いちゃう方、立てないで立てる前に一緒に引いちゃう方、アウトスイープまではできるんだけど、肘も一緒にもう同時進行で引いちゃう。そうすると別にかけないことはないんだけど、推進力が小さくなります。だから呼吸もしにくいし進みも悪くなると思ってください。アウトスイープ終わったら肘を立てて、肘をくっつけるのはその後ですね。まずは立てる、ここまで立ててからくっつける。はい、こんな感じでそこまでは我慢してください。で、立てるのって結構難しいです、初めは。で、特に泳ぎながら立てるのをいきなりやったらほぼできないので、まずは本当に立ちながらやってください。立てるのはもう本当に難しいです。肩甲骨とか背中のね、筋肉を結構使う動きなので、まずは立ちながらやってください。ということで、進む平泳ぎの手のかき方のご紹介でした。いかがでしたでしょうか。ぜひ参考にやってみてください。ということで、本日の動画がいいなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価ボタンのクリックをお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。